皆さんこんばんは、ベルです。さあということでね、また、このラガマフィンの、まあ、子猫ちゃんの動画、まあ、ちょっと久しぶりになりましたかね、撮っております。今日でちょうどねこの子がうちに来てまあ1週間なんですけど、もう最近このソファーの上に乗っかるのがねすごい好きでね、ソファーの上でよく遊んでるんですよ。まだね全然ジャンプはできないんだけど、このソファーはまあほら布なんで、まあ、爪が引っかかって多分乗りやすいっつうことで、そうソファーのね上でね遊ぶのが好きなんだよね。そうなんかねでかくなったよね。でかくなったよな、1週間なんだけど、なんかでかくなったと思いません？なんか 1.5 倍ぐらいになった気がする。この前動物病院行った時はね体重1キロなかったんだよ。 800g くらいあったんだけど、多分今ね1キロあると思うんだよな。1週間くらいしか経ってないけどなんかでかくなった気がするな。ねえ、おーおお、何撮ってんだよと、カメラ撮れろよって怒ってますね。そうちょっと今ねあれなんですよ、この子ね風邪ひいてまして、まあ猫風邪、猫風邪2週間ぐらい治らないらしくて、まあまだ1週間経ってないんで、まあまだゲホゲホ言ってるんですけど、まあその猫風邪の薬がなんか点眼薬って言って、目薬なんですよね、なぜか。はい、なぜかなんか目からその免疫力を高める、まあ薬、抗生物質を投与してるらしくて、コードかじんなかじんな、そうらしいんだけど、カメラ止めろよっつってますね。はい、カメラ止めろよと。はい、でまあ目薬を今刺したところでして、まあちょっと若干ね、まあご立腹なんですよね。ね、ね、ほら、ほら、ほら、ちょっとほら、お前目薬なんか差しやがってって、ちょっと怒ってますね。はい。なんで、まあちょっとね、まあ最近だからその、毎日目薬俺が差してるせい、多分ね、若干俺のことね、嫌いなんだと思うんだわ。若干俺に対して憤りを感じてると思うんで、まあここで一つ、はい。もう猫たちにとっての、まあ合法ドラッグこと、チャオチュール、子猫用。まあ、こちらをちょっとね、お嬢に献上することによって機嫌を取っていこうかな。まあもう何回もね目薬の時にねあげてるんでね、ほらもう分かるんですよね、チャオチュールだっていうのは。開けろよと、ほら開いてねえじゃねえか、ふざけんな、開けろよっていう風にね、ご立腹ですね。すいません、お嬢開けました、お嬢開けました、開けました、お嬢開けました、お嬢ちょっと片手むずい、あいいねいいねいいね、はい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 。ちょ、片手むずいな。片手でこれ中身絞り出すのむずいぞ。はい。つうことでね、もうチャオチュール例に漏れず、うちのお嬢も好きですね。はい。脱法ドラッグ。猫界の脱法ドラッグ。でも食わない子はね、これマジで食わないんだよな。うちのね、実家の猫なんかはね、チャオチュール食わないんだよ。ちょっとこれ、絞り出すのむず。まあ、目薬だとか、まあ、爪切りとか、まあ、あとはブラッシングとか、まあ、ちょっと猫にとって嫌なことがあるときは、このチャオチュールを同時にあげることにより、まあ、それは実は嫌なことじゃないんだよと。うん。っていうふうに、まあ、教えていく作戦ですね。爪切りなんかはね、こうやっておやつあげながらやると、もう爪切り出しただけで、あ、おやつもらえると思ってね、テンションが上がるんで、まあ、結構いい作戦かな。結構爪伸びてきたね、君。今度切ろうか。はい、チャオチュール食べてる。あ、ちょっとこぼさないでね、こぼさないでくださいね。はい、ということでチャオチュール無事完食いたしましたね。ペロッと食べちゃうね。うん、猫風邪なんだけどね、まあ元気っすね。飯も食うし、まあ下痢もしてないし、うん、めっちゃ元気なんだけど、ただなんかね、ちょっと咳がひどくなってるというか、回数が増えてて、ちょっと大丈夫かなと。うん、重症化してるっていうよりかは、なんか咳がケホケホ言ってるんで、まあもうちょっとひどかったらまたね、病院行ってこようかね。はい、つうことで今日の、まあ、メインの趣旨なんですけど、この子ね、名前がね、決まってなかったんですよ。そう。まあ、みんなには、まあ、あだ名として、まあ、お嬢っていう風にね、まあ、ヤクザの娘みたいな感じで、まあ、お嬢という風に呼んでもらってて、まあ、割とそれがもう浸透してるんですけど、まあ、みんなはね、まあ、お嬢って、まあ、呼んでくれていいんだけど、まあ、それはあくまでもあだ名なんで、まあ、ちゃんとした名前が必要だと。で、まあ、動物病院行った時にね、一応まあ、仮で決めたのがあったんですけど、まあ、ね、1週間ということで、まあ、今、正式に、決定しようと思います。はい、このねお嬢
名前はですねメルというふうに名付けました。メルちゃん、メルちゃん、まあなんか結構普通じゃねって思うかもしれないんだけど、もともとわたあめって名前にしようと思ってたんですよ。ずっと最後までわたあめと迷ってて、そう、まあわたあめって呼びにくいんだけど、まあわーちゃんって呼べばいいかなと思って、そう、ちょっと嫌だね、仰向けすごい嫌がるんだよなこいつ。そうだから、まあわーちゃんってね呼んで、まあわたあめって名前にしようかなとも思ってたんですけど、まあわたあめっぽいっちゃぽいけど微妙にわたあめっぽくないじゃないですか。わかります？色的に。なんかこれがなんだろうな、白いお酢とかだったら僕多分ね迷わずねわたあめって名付けるんですけど、まあメスだし、なんかねわたあめにしてはうまくなさそうな色してるし、ね、うまくなさそうな色してるし、まあどうしようかなと、うん、まあちょっとわたあめもいいんですけどね、まあ2匹買おうと思ってるんで、まあいずれまたね飼ったら、まあその子がわたあめっぽかったらわたあめって名付けようかなと。でね、まあ一応そのわたあめから派生系でいろいろ考えたんですよ。まあわたあめの派生の、まあ、コットンとか、まあキャンディーとかさあるじゃないですか。でそっから考えて、でメルトっていうのがまあいいなって思ったんですね。メルト、溶ける。まあわたあめはまあ溶けるじゃないですか。溶けるし、でこいつまあ今ね抱っこしたらわかると思うんだけど、ぐでんぐでんなんですよ。抱っこすると力が全く入らないんで、まあ、溶けてる感じになるのね、だらーっと。だからまあそういう意味でメルトっていいなって思って、まあだったら上の2文字、まあ猫ね2文字の方が呼びやすいんで、メルっていう名前にしようかなと。まあメルだったら女の子っぽいし、まああとこの子結構ほら由緒正しいね猫ちゃんなので、まあ割とメルって名前似合うんじゃないかなと。はい、まあベルに対してのシナジーもあるしね。視聴者の方でも、まあ、メルって考えてくれた人まあちょこっとだけいましたね。2人くらいいたかな。うん、まあなんかあとはね、なんか7割くらいはおふざけでしたねシャナリとか、そう7割方はねふざけた名前だったけどね。いやでも考えてくれた方ありがとうございました。まあでもこの子はとりあえずまあ女の子だし、まあね結構そのねお父さんとお母さんが強い血統の猫だということで、まあメルちゃんっていう、まあ割とね普通の猫っぽい名前にしようかなと思います。はい、ということでね、まあこの子は、メルという名前に決定しました。こっち見て落ちる、ごめんな、押しちゃった。はい、メルです、よろしくお願いします。まあでもみんなは相変わらずね、お嬢と呼んでいただいて構いませんので、はい、相性としてね、あだ名としてお嬢と呼んでいただいて構いませんのでね、はい、まあ、僕はねこの子をメルと呼んで、まあメルって呼んだら、こっち来てくれるようにしようかな、うん、ただやっぱわたあめという名前も捨てがたいんで、まあ、もう一匹ぜひ猫飼いたいですね。まあこの子はねもうちょっとちゃんと育ってからだね。同時に子猫2匹は結構いろいろとね負担が大きかったりするので、はい、ということでね、はい、メルという風に名前つけましたね。すごい逃げますね、はい、めちゃめちゃ逃げますね。はい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 、でもね全然ねガチで引っかいたり噛んだりはしてこないんだよな。なんかさっきのその目薬刺す時とかも本当に嫌だったら超暴れるじゃん、噛んだり引っかいたりで。全然ねそういうことはしてこないんですよ。今みたいに今ちょっとこうじゃれててね、こうやってカプカプしてくることなんだけど、全然こっちが怪我するような髪とか引っかきとかはしないんで、まあ割といい子なんじゃないかな。頭もいいしね。そう、最近トイレ交換したんですけど、ちょっとやっぱトイレ使い勝手悪いなと思って別のトイレに変えたんですけど、それもすんなり使ってくれたし、まあ結構賢い猫ちゃんなのかなというふうには思いますね。ね。ね。カメラ止めろって言ってますね。はい。あ、俺の手の本体を攻撃しに来た。カメラではなく俺の手の本体を攻撃しに来た。まあそうだな、今後はだからちょっと次あたりその猫のグッズ紹介とかもしてもいいかもね。うん、こんなの買いましたよみたいな。はい、つうことで。まあ結構毎日ツイッターにね写真あげてるし、まあインスタグラムの方にもねちょっと動画とか写真あげようと思うんで、よかったらそちらのフォローもよろしくお願いいたします。ということで、今後もね、メルコと、お嬢のこと、よろしくお願いいたします。はい、ということでご視聴ありがとうございました。バイバーイ。